会食の際の感染リスクを減らそうと、メキシコの研究者が新しいタイプのマスクを開発しました。新型コロナウイルスの感染を広げるリスクがあると分かっていても、食事の際にはどうしてもマスクを外さなければなりません。でも、マスクを取ると、鼻だけを覆った小さいサイズのマスクが現れます。メキシコの研究者が新型コロナ対策として鼻だけのマスクを開発しました。これにより、食事や会話の際の感染リスクが減らせるとしています。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学によりますと、匂いを嗅ぎ分ける細胞は新型コロナウイルスの主な侵入経路となっていて、鼻を覆うことは大事だとしています。ただ、WHO 世界保健機関は鼻と口と顎を覆うマスクを推奨しています。